コンコーネ16番の歌い方のヒントをお話しします。アレグレットグラツィオーゾ、グラツィオーゾというのは、優美にという意味です。アレグレットの速さで優美に歌いましょう。最初にスタッカートがついていますよね。しかもラの音にはアクセントがついています。アクセントというのは前もお話ししたと思いますけれども、その音にいそいそ入りたい気持ち、またはその音がどんどん進んでいくような感じで歌われるべきだと思います。決してラッファダーってこう強く歌うわけではなくて、軽く先へ進むように歌ってください。この最初の2小節が結構難しいと思います。スタッカート、スタッカート、アクセント、そしてその後にスラーがやってきます。ですのでこれは一つ普通のフレーズにして歌いたいところなんですけれども、ラッファラーからシドレミに切り替えるときにちょっとだけ気持ちと体を切り替えてください。スタッカートというのもレガートの唱法の一つだと私は習ったことがあります。ラッファラーと歌うときの息遣いと同じようにして次の音に入る前に音を切るように歌っていってほしいです。ラッファラシドレミドラ、ラッファラレファミドラ、こんな感じですね。で次のファミファソファソラソラ、これは音がファソラ、次のシドレにつながっていくようにメロディックに感じて歌ってくださるといいかなと思います。でそのファミファとかソファソっていう風に半音下がるのは装飾的な雰囲気をちょっと持ってるといいかなと思いますね。で、2拍目のファミファソファソラソラ、クレッシェンドディミニエンドが書いてありますけど、その一番の頂点は2拍目、4拍目に来ると思います。全音の本ではちょっと微妙な位置に書いてあるんですけど、教育芸術者の本では2拍目の頭、4拍目の頭に向かってクレッシェンド、そしてディミニエンドがあります。そちらを使った方が自然に聞こえるんじゃないかなと思いますね。ファミファソファソラソラレガートでシドレファミレシドレファも準備していないと起こったようにシドレファと歌うことになりますので、よく予測をして歌いましょう。次はロングトーンのところから9小節からですね、9小節から12小節の頭までが一つのスラー、これ足してくださいね。次も言いますよ。12小節の4拍目から16小節の頭の拍までがスラー、16小節の3拍目から19小節の頭までがスラー、このスラーが、教育芸術者の楽譜では足してあります。その方がいいと思いますね。途中でカンニングブレスのように取るとしても一つのフレーズをできるだけ大きく取っておく方が綺麗に聞こえると思います。やる通りレシラソファミとしても構わないんですけど、フレーズ感をなくさないように次のところもシドレミファソ浮上してくるんですけど、ここは優しく上がってくる方がいいでしょうね。クレッシェンド書いてありますけど、あまり、やりすぎるとソのところにたどり着いたっていう感じのこう、やっとこさっていう感じになっちゃうので、できるだけこう穏やかにその音に入った方が素敵かなと思います。それから音域によっては16小節からのところを上のパートで歌った方がいいでしょうね。そうするとどうなるかというと、フレージングがね、全音の本と教育芸術者では違うんです。教育芸術者の方では12小節の4拍目から16小節の初めの音までが上のパートでもスラーで、16小節の3拍目から19小節までを一つのスラーにしてます。
全音の方で歌われる場合にはした方がいいと思います。もしスラーを変えて教育芸術者のように16小節の頭まで持ってくるつもりであれば、その、フレーズの分け目のところでブレスをすればいいと思います。そちらのパターンで歌ってみましょう。ブレスラーソーファーミーラーソーソーファーミーレっていう具合になりますね。16小節まで持ってくる方がちょっと難しいような気もしますね。ちょうど息がなくなったところで上に上がらなければいけないので少し練習が必要かと思います。次のところは短くタランパランパラン、これはもうつなぎの音楽ですから、こう小さめにちょっと可愛らしく歌う感じかな。ラファラミラレラド、これもでもラの方が大きいように見えますけど丁寧に入らないと雑に聞こえます。なので丁寧に入ってラファラミラレ、実は、ディミニエンドした先の8分音符の方が、重要な音ですので、これを丁寧に伴奏の方と合わせて響かせましょう。ラファラミラレラドラララファラシドレミドラタペファラレファミドラ、強弱は次はファミファの方に向かってファミファソファソラソラシドレファミレ、ここはわざわざピアノって書いてありますね。丁寧に入りましょうね。ファミレで次はファミレドレミファソラシドレ、29の3拍目の裏から31の頭までをスラーでくくる。次の33小節の3拍目裏から35小節の頭もスラーです。それから37小節の3拍目から39小節の1拍目まで、それから39小節の3拍目から最後の音までのところがスラーかかっていますので、それも書き足してください。29から歌ってみますよ。レガートで慌てずに歌う。ファミレドレミファソラシドレ、そうね、この上がっていく時にちょうどボイスチェンジが入ると思うので気をつけながら、うまく乗り換えてください。ファミレドレミファソラシドレラファレドラドラファレファミレ、このブレスが短いんですけどファーレをちょっと短く、かなり短くですね、ちょっと早めにレに入るつもり、ファーレファーミーレ、少し前取りしてレの音に入るといいかな。31から歌ってみましょうか。ラファーレのラドラファーレファーミーレドレミファソラシドレ、上に上がって終わるんですけどディミニュエンドで優しくいきましょうね。最後のラードの下がる時にも丁寧に下がって歌いましょう。